しめ縄作りを体験したのは、みやき町の女子サッカーチーム、みやきなでしこクラブの選手18人です。チームは今年4月に発足、15歳以下のサッカー選手権では九州大会に出場しました。しめ縄は神聖な場所を示し邪気を払うとされていて、選手たちは地元の地域おこしグループのメンバーに教わりながら、新しい年への願いを込めてしめ縄を作っていました。作ったことが初めてだったので貴重な体験でした。玄関に飾ります。来年は勝ちにもっとこだわりたいなと思います。